てかここ懐かしいね。うん、そうだね。てかびっくりしたんだけど。ん？いや、レンからデート誘われることなんかほとんどないからさ。え？あるでしょ。いや、ないよ。いや、あるよ。ほら、御殿場アウトレットとか、日光江戸村とか。いや、それ両方とも3年前の話だから。え、嘘？そうだっけ？すんごい昔の話だからね。ああ、もうあれからそんな経つか。ああ、そんなに経つかじゃなくてさ、もうごめんごめん、じゃあ来週映画でも行こっかとか言えないの？え、映画行きたいの？もう別にいいけど、ああでも俺眠くなっちゃうんだよな映画って。そうじゃなくてさ、なんかレンってほんと気ぃ利かないよね。っていうかさ、デートに連れて行こうっていう気がないよね。いや、普通御殿場アウトレット行こうってなったらさ、行こうって言った方がバスのチケット取るでしょ。でもレンはさ、もう行こうってなったらその後丸投げじゃん。赤ちゃんじゃん。いや、赤ちゃんって。出すものだけ出したら、あとはお母さんおむつ替えてみたいな。は？いや、俺おむつじゃないから。分かってるよ。去年の私の誕生日もさ、レンが何もしてくれないから私自分でイタリアンのお店予約したんだからね。あ、それは、ごめんごめん。あ、でも美味しかったよね、あそこ。今なんだよ、思ったの？何に対してのごめん？いや、だって怒ってるから。いや、怒ってないよ。ただなんかなんとなく謝られたから、なんで謝ったのかなと思って気になったから聞いただけ。それはつまり怒ってるよね。怒ってないよ。いや、言い方が怒ってんじゃん。怒ってないって。怒ってない。怒ってない。それ以上言ったら本当に怒るよ。分かった分かった。でも実際怒ってるよね。怒ってない、ただ悲しいだけ。いや、やっぱり怒ってんじゃん。いや、そんなさ、不動明王みたいな目しないでよ。何不動明王って？え、あの大仏みたいな、あの ねぶた祭りとかの。いや、不動明王の話しろっつってんじゃなくてさ、てかねぶた祭りは絶対違うからね。え、そうなの？だってあれはほら、わかんないけど。わかんないんじゃん。わかんないよ、だって私青森出身じゃないもん。え、待って、ねぶた祭りってそもそも青森？え？ほら、青森じゃん、青森。うん、そう。シオンってさ、ほんと負けず嫌いだよね。え？いや、だってさ、わざわざ検索まですることないじゃん、ただの例え話。喧嘩売ってんの？え？売ってないよ。なんかレンってそういうとこあるよね。どういうとこ？悪気なく人を苛立たせるっていうか、理系丸出しっていうか。いやいや、今理系とか関係ないでしょ。てか、なんでねぶた祭りの話になったんだっけ？なんでこの話になったんだっけ？ああ、そうだそうだ、おむつだ、おむつおむつおむつ、うん、おむつ。そうだ、デートの話じゃん。ねえ、わかる？わかってる。とにかくさ、私は記念日とか誕生日とかそういうのちゃんとやってくれない男とか無理だから。ちゃんとって何？ちゃんとってだから、そのああ、サプライズとか。そうだよ、レンはさ、そういうのやってくれないじゃん。だって、シオンはそういうの好きなタイプじゃないじゃん。は？そんなこと言ったことないんだけど。そうだっけ。いや、でも、そういうの言ってくんないから、俺好きじゃないのかと思ってた。
諦めてただけ。っていうかさ、そういうのってその陰でこっそり努力してるからいいんじゃん。私がサプライズしてって言ってやってもらうのは違うんだよ絶対。わかる？そうかもしんないけどさ、もう俺言ってくんなきゃわかんないって。そういうとこだよ。記念日とか誕生日とかそういうのちゃんとやってくれない人とはもうやっていけないよ。やってるじゃん今。今日なんでここにしたかわかるよね。5年記念日だからさ、2人の思い出の場所って思って。え、もしかして忘れてた？忘れてないよ。完全に忘れてたよね。ちゃ今そのガスの元栓閉め忘れてなかったかなって思ってさ。このタイミングで？いや俺に散々言っといてさ、シオンだって一緒じゃん。確かにさ、俺サプライズとかはあんまりやんないかもしんないけど、誕生日とか記念日とか忘れたことはないから。そんなの当たり前じゃん。それこそそういうの忘れたら関係が終わるってことでしょ。いやそんなんいっぱいいるからやってない男。てかほとんどそうだよ。いやみんな覚えてるよ。みんなって誰？キムタクとかヒロミとか。いやそこは異次元じゃん。俺の友達でそんな毎回サプライズやってるやつなんて竹ぐらいしかいないよ。いるじゃん。いや一人だよ。一人いるじゃん。いや私の友達はみんな彼氏からサプライズしてもらってるからね。みんなって誰？レイコとかヒナとか。二人じゃん。あのさ、そんなみんなとか子供みたいなこと言うなよ。いや別に俺だってそんな記念日とかどうでもいいの。だってそんなのただの日付だし。でもさ、シオンのために今日だってこうやってさ記念日祝ってあげてんじゃん。あげてる？あいや前から気になってたんだけどさ、なんで私だけが望んでるってことになってんの？いや今のはレンにとってさ、私と付き合うっていうことは義務なの？そういうことじゃないけど。記念日を祝うっていうのはさ、二人の関係が尊いからでしょ。彼女が怒るから仕方なく祝うわけじゃないでしょ。もうそんな風に思ってる人とはさ、私やってけないよ。いやこれからはさ、ちゃんとやるから。サプライズとかそのなんか風船のやつ部屋に飾ったりとかさ。でもさ、私のこと好きじゃないんだよ。なんでそうなんの？だって可愛いとか好きとか言わないじゃん。言わないよ今さら。俺たちもう5年付き合ってんだよ。5年付き合ってるから何？5年付き合ったら特殊能力が芽生えてさ、人の心読めるようになるの？何それ、どんなライトノベル？ちょ、シン落ち着いてよ。キムタクとヒロミだったら言うから。そこはまた違うじゃん。あーもうごめんもう言うから、これからはちゃんと。ほらまた意味もなく謝った。ごめん実はさ、今日さ別れようって言おうと思ってたんだよね。え？レンだって本当は気づいてるんでしょ。でも責任感強いからなんとかこの環境を成り立たせようと思って頑張ってくれてるんだよね。違うよ。違わないよ。なんだかんだ言って優しいよね、そういうとこ。そういうことじゃないって。もう無理しなくていいよ。もうさ、
お互いの気持ちとっくに離れちゃってるんだよ。ごめんねこんな日に。でもさ、私ももう30歳だから自分に気持ちがない人とだらだら付き合っていられないんだよね。シオン、ちょっと待って。あの5年間ありがとう、付き合ってくれて。なんだかんだ言って楽しかったよ。シオン、俺本当ごめん。あ、ね、相変わらず変な走り方。レンレンもこういう時泣くんだ。ん？なんだろうこれ。